はい、どうも、海です。本日も女子のハッピーでラッキーな2択をやっていこうと思います。相変わらずやっぱなんか生ってしまうタイトルですね。決して私はね、生ろうと思ってはないんですけど、なんか生っちゃう。やっていきましょう。スタート。はい、水族館で2択。あー、絶対青春じゃん、もうこんなの。今日は水族館デート、何着ていこうかな。あー、いいな、水族館デート。キャミソール、長袖。水族館デートでしょ。この季節は何なの。今の季節を教えてください。さすがにね、真冬とかいうかね、春秋とかでね、キャミソールだったら寒いと思うから、でもまあ無難に長袖いっとく。あー、合ってた合ってた。はい、プッシュ。今日すごく可愛い、私に夢中な彼氏にドキドキ。おー、いいですね。これキャミソールだったらどうなのかちょっと気になるから見てみていい。はい、キャミソール。あ、さすがに季節的にってことなのかな。恥ずかしいんだけど、彼のためだったのに帰られた。ひど。何恥ずかしいんだけどって。こっちはこっちなりにね、おしゃれしようと頑張ってるのにさ、恥ずかしいんだけどっていうのはひどいんじゃないのかな、君彼氏。なんでそこまで言わんでよくない。はい、そんなダメだった、キャミソール。狙いすぎ、ダメなのか。はい、まあ今日すごく可愛いってこっちは褒めてくれたからね、まあまあ許そう。はい、ネクストゲーム。長靴、サンダル。デートだし靴はこれにしてよかったかな。絶対長靴はないでしょ。ここで長靴履いてたらちょっとファッションセンスが。サンダル、だよね。あー、よかった。これでなんかね、間違ってたら恥ずかしかった。はい、ヒール高いね、辛くない、捕まって。ジェントルな彼氏に惚れ直しちゃった。うわー、ジェントルメンですね。めちゃめちゃかっこいいじゃん、王子様じゃん。はい、そう、これは優しい。やっぱり水族館といったらこれを見ないと。ペンギン、アザラシ。ペンギンかな。アザラシも可愛いけど、まあペンギンでしょ、なんか王道的に言ったら。はい、はい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 、よかったよかった。ペンギンは可愛いよね、本当に。ペンギンさん優しいね。優しいペンギンさんと思い出のスリーショット。ペンギンさんはカメラ目線じゃないけどね。カメラ目線じゃない。このペンギンさん可愛いね。あ、めちゃくちゃ可愛い。あー、思い出のスリーショット。わー、これは楽しいだろうな、きっと。うわー、嬉しい。クラスのみんなにも幸せのお裾分けをしないとね。チョコ、せんべい、幸せのお裾分け。私だったらチョコがいいかな。イルカのチョコ可愛い。はい、せんべいも可愛い。チョコがいいよ。丸んこ。丸の場所がなんか違う気がする。可愛いイルカさんのチョコのはずが溶けてうんこになっちゃったわけね。あ、なるほど。溶けちゃったのか。そんな溶けるほど暑いの今の季節。なんか彼氏も長袖だけど。せんべい、はい、せんべい可愛いな。アザラシのせんべい可愛い。ゆるい顔のせんべいにみんな大満足。まあこれはゆるいいですね。なんかゆる皮で、はい、これは女子受けがいい お土産だったけど、私はチョコがいいな。根に持ってるチョコ。いや、だってチョコがいいよ。チョコ好きだもん。大人な彼氏と2択。はい、今日は年上彼氏と高級レストランでデート、何着ていこうかな。うわー、レストラン、高級レストラン、すげー。民族衣装、ドレス。民族衣装着ていってみたいんだけど、こんなことされたらね。マジないわ、受け狙いの服が全く受けない辛さ。まあ受けないわな。だって高級レストランだよ。なんかファミレスとかでもまあ嫌だけどさ、高級レストランで肌まで黒くしてきたの。しかも手になんか持ってるしさ。これはまあ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 そうなるわな。ドレス、うわー、なんか大人っぽい色気のあるドレスですね。はい、あれ捨てない。はい、あ、このお姉さん、あ、これ関係ないか。はい、あ、このお姉さんじゃない。あ、違うかな。こちらへどうぞ。優しくエスコートしてくれる彼、今日の私はまるでお姫様。うわー、いいですね。高級レストランとか行ったことないんだけど私、まあ行こうとも思わないけど。普通にもうその辺のファミレスやらなんやらマックとかでもう十分美味しい。はい、そうそう、今日は彼にプレゼントがあるんだ。ネクタイ、千羽ズル。千羽ズル。ここで千羽鶴、高級レストランで千羽鶴をねプレゼントする女性がいたらちょっと私気になるから、もうこっちにしましょう。
え、怖いんだけど、重くて深い私の愛が断られてしまった。まあ断られるね、こんな高級レストランでね、千羽鶴をプレゼント、なんか持ち帰るのも大変だしさ。ここで渡す代物でもないしね、別にね、あれプレゼントするもんではないですね。ネクタイ、はい、まあ、なんかさ、入院の時に渡す、入院してる子に渡すイメージはあるけどね、千羽鶴。はい、こっちは大切にするよ。これで私から一生逃げられないからね、プレゼント成功。うーん、いちいちしやがって、いちいちしやがって、ここ高級レストランの中だよね、高級レストランの中でイチャイチャするの禁止です。はい、ピピー、もうリア充警察が来ます。はい、ふう、お腹いっぱい、食後のデートどこに行く？ドライブ、キラキラ。何キラキラって、イルミネーションかなんか。まあこの流れで言ったらイルミネーション？おお、はいはいはい、よかった。素敵、キラキラな街並みを彼と歩くなんて素敵すぎる。うわー、いいね、もう胸の谷間をそんなさらけ出して、うん、ね、エッチエッチな格好をしてから、もう手つないで彼に、はあ、はあ。一生私には縁のないことですね。はい、今日は欲しいもの何でもくれるって、何をねだろうかな。何をねだっちゃう、なんかもうお家、マンション、マンション買ってもらおう、タワマン買ってもらおう。ブランド物、体、ブランド物、ブランド物の人か、体がちょっと、ああよかったよかったよかった、これで体とかでどうしようと思ったよ。私人生勝ち組、高級バッグでステータスアップ。みんなからの羨ましい視線がたまらない。わー、これさ、こういう女嫌だよね。自分のステータスのためにさ、なんかもうカバン、なんかそういうの持ってさ、ちょっと自慢するみたいな、なんか嫌だよね。まあね、好きにしてって感じだけども、私わかんないよ、ブランドバッグとか持たれても、私ね、自慢されても絶対にわかんないからね。はい、マンネリ彼氏と二択。お、彼氏と最近マンネリ気味、いい感じで雰囲気作りたいし、雰囲気作りしたいな。かわいいね、この女の子絶対ね、垢抜けするじゃん、化粧とかしたら。ホラー映画、恋愛映画、まあ恋愛映画かな、こんな中だったら。あ、違うの、ホラー映画なんだ。おい起きろ。恋愛映画で爆睡しちゃってる。あ、まあ退屈だったのかな。あんまりゴリゴリの恋愛映画とかさすがに男性はそんな興味ないのかな。ホラー映画、あ、私もこの2つだったらホラー映画見るけど、うん、ホラー映画は面白いね。キャー、可愛いやつってキャ、うん、可愛いやつって言われた彼氏がいてくれてよかったよ。あー、キャーって言って、あー、お前可愛いなって言って彼氏がいてくれてよかった。あー、はい、そういうこと。あー、今すぐ離れてください、今すぐ離れてください、ホラー映画はそんな風にして見るものではない。うわ、怖い、私怖い、なんかもう見にくい見にくい、やめとこう。なかなかいい雰囲気じゃない、ちょっと誘ってみよう。ラブホイ。ここでラブホ行こうっていう勇気あったらすごいよ。家のベッドちょっと寝るって誘うってこと、はあはあ、このままいいかな、いい雰囲気のままベッドイン、夜が始まる。始まんな、おっぱじめんな、やめて、やめてください、そこで止めてください、やめてください。ねえ、脱がして、準備はできてるよ、やめてください。あ、やっぱこの女の子可愛いな、うん、普通にメガネ外しただけでめちゃくちゃ可愛いじゃん。清楚な下着、キャラ下着。キャラ下着可愛い、クマさんパンツを可愛い。清楚、まあまあこっちでしょうね、普通に。うん、すごく綺麗だよ、付き合いたての頃を思い出す、どこかエモい感じ。そっか、マンネリ化してたもんね、そうだった、これそういうお話だった。あ、よかったですね、やっとマンネリ化、あ、マンネリからね脱出できて。はい、彼をもっとやる気にさせる、もういい、もういいじゃん、もうここまで来たからいいじゃん、まだこれ以上私にまだ何をさせる気。汚く可愛く、何汚くって、え、何汚くって、え、どういうこと、可愛く、もう汚くか可愛くだったら可愛くじゃないの、どういう、汚いの嫌でしょ。やっぱお前って最高、マンネリ解消成功、またいっぱいイチャイチャしようね。
なんだこれ、何をしている、どういう状況、皆さん、これね、そんないやらしいものではないですよ、この構造。うん、これはきっと何か、なんだろう、まあ、うん、これ置物、ぬいぐるみ、うん、ちょっとそう、なんでもない、なんでもないものです、これは。はい、次行きましょう。もうとっとと、もう私にどこまでさせるの、本当あの二人。テスト期間に2択。はい、やばい、明日からテストなのにもうこんな時間。寝る、頑張る、頑張ったがいいんじゃない、もうこんな時間だけど。あー、ダメなんか、はもうこんな時間、いつの間にか眠ってそのまま遅刻。うーん、エナジードリンク、あれなんか飲んだんじゃないの。寝ちゃったんかい、結局。あれか、じゃあ仮眠取って、ちょっと頭をすっきりさせて、さら再チャレンジみたいな、再勉強。すやー、今さら何かやったって急にできるわけない。体調だけでも整えなくちゃ。あー、もう諦めに入ったんですね。あー、いいですよ、その諦め、私好き、そういう感じ、ね、もう潔く諦められるの。体力をつけよう。朝ごはんは何にしよう。パンと牛乳、和食。なんかあれなんじゃないの、なんか頭にはなんかいいって、和食いいみたいな言わないっけ。ああ、言うよね、お魚とか。よし、何もしてないけど頑張るぞ。すごい、何も勉強してないのにここまでなんかね、よし、なんかいけるぞって顔できるの、かっこいいよ。頭が働く感じする。あ、もうこれはもう元のね、能力を生かす時ですね。もともとね、頭良かったら大丈夫だろうし。あ、やば、消しゴム落とした、どうしよう。筆箱から出す、先生を呼ぶ。筆箱から出す、これ先生呼ぶんじゃないの、普通に。うんうん、筆箱から出すってどういうことだろう。ありがとうございます、ちょうど通りかかった先生が拾ってくれた、ラッキー。わ、先生、そんな大きなお胸見せつけて、私になんか気があるんですか。うわ、すごいいいね先生。なんかさっきの選択画面だとちょっと厳しそうだったけど、めちゃくちゃ優しいね、美人な先生じゃん。はい、テスト1日目終了。あれ、誰か私に声をかけてる、友達、彼氏。わ彼氏いちゃうの、彼氏じゃないんかい。お勉強しよ、成績がずさんな結果。あ、なるほど、イチャイチャに集中、気を取られてしまったということね。はいはい、お友達と勉強会かなんかするのかな。これがこうだから、やっぱり友達が一番、教え方がうますぎて簡単に解けちゃった。なんかこの友達すごい、なんだろう、頬をあからめてるしさ、この子に気あるのかな。めちゃくちゃなんかユリみたいに見えるんですけど、いや、いいですね、最高ですね。彼氏とだったらね、勉強どころじゃなくなっちゃうっていうね、ことですね。いや、友達大事。